ここは先島。対岸にコンテナターミナルが見えます。コンテナターミナルは夢島にあります。来年2025年、夢島で万博が開催されます。大阪の夏は恐ろしく暑い。命輝くならこれくらい薄着でも良いかも。
2番線に当駅止まりの電車が到着します。危険ですので黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。コスモスクエア駅は終点ですが、電車は一度引き上げ線に入り、生駒方面へ向かいます。1番線に学生前の黄色の電車が到着します。危険ですので、黄色い電車ブロックの後ろまでお下がりください。コスモスクエア駅は地下2階が中央線ホーム。エスカレーターで一つ上がった地下1階がニュートラムのホームです。ちなみに昔ここに中間改札がありました。改札口は1階です。地下鉄の電車とニュートラムの電車の乗り換え駅はコスモスクエア駅ですが、ウプ主の記憶では新聞記事の挿絵には大須賀港駅からニュートラムが海底トンネルを走っていました。2008年開催の大須賀五輪誘致のため地下鉄が海底トンネルを通ることになったのです。
テクノポート計画では大須賀港天保山から夢島、舞島を通り新桜島を目指していました。夢前トンネルは道路と鉄道を一体化した珍舞トンネルです。コスモスクエア駅の2番乗り場です。本数は1時間に1本。前払い方式で交通系 IC カードは使えません。この路線、2024年7月には廃止されます。
鉄道延伸工事を行っています。ここに地下鉄中央線夢咲駅を建設しています。夢島中央バス停から眺めるその先は万博のあれを建設中でした。仮設の歩行者専用可動橋が設置された。可動橋の入り口はフェンスの向こう。火器こそかかっていなかったものの、関係者がいない立ち入り禁止でしょう。夢島の東半分はコンテナターミナルです。夢島中央バス停付近では高架橋の建設現場でした。夢島は南北に道が貫いていて、北側は夢舞大橋で舞島につながっています。東半分はトラックターミナル、西半分は万博会場。舞島から見た夢島コンテナターミナル。その向こうは佐知島。夢島南高架橋の建設の様子。舞島から来た車両は右折することなく万博入り口、大阪メトロ夢島駅に直結するようだ。コスモスクエア駅を発車。舞島を一周してきた北港観光バスが夢島中央バス停に戻ってきました。
系統、4系統のコスモドリームラインは2024年7月をもって営業終了予定。すなわち公共交通手段で夢島と舞島を移動する手段がなくなります。地下鉄夢島駅が開業すると夢島駅から舞島への路線バスが復活するかもわかりませんが、ではコスモドリームラインの車内から夢舞大橋走行の車窓をご覧ください。ご協力をお願いいたします。